時刻は8時41分松井橋本アソシエイツ、ジャニーズ事務所がジャニーズアソシエイツって書いてますね。税金を元手にするビジネスのところに、まあ、それは、別の意味で PCR 検査なんかのやつもそうでしょうし、コロナの不正なんかもそういうところにあるんでしょう。そういう今国になっちゃってるんですよ。そうすると無駄がいっぱい生じてるんですよね。でこれが僕日本のダメになってることの大きな要因だと思ってまして、この松井橋本アソシエイツっていう会社は維新根っこのところで力の強いやつにくっついていって、で、まあ、そこにコンサルフィーを払ったりなんかして、ほんで顔をつないでもらってやって、みんなの税金のところから持っていくっていうお手伝いをする会社として、その意味で僕はこの会社を軽蔑します。今言ってるような日本をダメにしている権力により近いところがより儲かる、その近道を教えてあげますよっていうビジネス自体が僕には腐敗臭 を感じるということです。これは僕です。維新支持者の皆さん申し訳ございませんが、そのコモさんの心意気にポチッと高評価をお願いいたします。